コニッククラスリア麦わらで飾られたイースターエッグ、チェコ、復活大祭の挨拶。テーブルの上にピラミッド型の歌詞、パスハとクリーチが描かれている。ロシアなどに見られるハリストス復活、実に復活、と挨拶し合って互いの方に接吻する正教会の習慣を描いたもの。男性の手にはイースターエッグが描かれている。 チョコレートのイースターエッグ、イースターエッグあるいは、復活祭の卵とは、復活祭の休日もしくは、春を祝うための、特別に飾り付けられた鶏卵である。元来染めたり塗ったりした鶏卵を使うが、現代では、卵アレルギーの懸念などから、チョコレートで作られた卵や、ジェリービーンズなどのキャンディーを詰めたプラスチックの卵で、代用するようになってきた。 プラスチックの卵には現金を入れることもある。菓子を詰めたイースターエッグについてはカラフルなホイルで包まれ中が空洞になったチョコレートの卵といったように菓子業界があらゆる形のものを提供している。砂糖細工やペーストリーの装飾技術を駆使した繊細な作りのものもある。よくあるゼリーの卵やジェリービーンズはペックチンのキャンディーを砂糖でコーティングしたものである。 英語圏やドイツにはこれらの卵をイースターバニーというウサギが隠すという伝承があり、復活祭の朝に子供たちは隠された卵を探す。フランスやイタリアでは教会の金が運んでくることになっている。卵は屋外に隠される。誰が一番多くの卵を集められるか競争をするときもある。聖教会やカトリック教会などでは、 復活祭の礼拝中に卵の祝福を行う。卵を飾る習わしは、キリスト教及び復活祭よりもかなり古くから存在する。卵とウサギは古来より豊か城のシンボルだった。ユダヤ教の杉越の祭りの生産では、塩水で味付けをした型茹で卵が、エルサレムでの新しい命と信仰のシンボルとして食べられる。 中央アジアの神殿のオルーズの象徴的な食卓にも卵が必須である。イースターエッグの起源を語る物語は数多く存在する。一つにはイエス・キリストの復活は赤い卵と同様ありえないとある皇帝が言ったため、さらに言えばイースターエッグの伝統は四純節の間の節制が終わることを祝うためである。西方教会では卵は肉類と同様に見られ、 四純節の間は食べることを禁じられるのである。同様に、東方教会では血を流さずに取られる卵は落農食品に分類され、大時中は肉や魚と共に禁食の対象となる。もう一つの根強い伝統はイースターを祝う時友人に赤く染めた卵を送るというものである。この習慣はマグダラのマリアに起源を持つ。キリストの昇天の後、彼女は ローマ皇帝のもとに赴き赤い卵を送ってイエスが天に上げられたことを示した。それから彼女は彼にキリスト教を説き始めたのである。卵が象徴するものは墓とそこから抜け出すことによって復活する命である。赤は卵で示されるようにキリストの血によって世界が救われることを表し、またキリストの血によって人類が再生することを表している。 卵そのものが復活のシンボルであり、休止の間もその内側に、新しい生命を宿している。卵を片茹でにするのは、鶏が生み出した食べ物を浪費しないためで、同じ理由から、スペインの伝統的な復活祭の料理、オリナソは、片茹で卵を主要な材料とする。イギリス北部では、イースターの時期にエッグジャーピング、エッグタッピング、または、 エッグダンピングとして知られる伝統的なゲームが行われる。片茹での卵が配られ、個々のプレイヤーは自分の卵を他のプレイヤーの卵にぶつけるのである。最後まで無傷な卵の持ち主が勝者となり、敗者は自分の卵を食べる。このゲームはブルガリアや他の国でも見られ、アフガニスタンでも新年を祝って行われる。また、 アメリカ合衆国では野原に卵を散らばして、それを探すエッグハンティング大会が行われ、中でも1985年4月に開催されたガリソンエッグハンティング大会では、ゆで卵のべ7万2千個と飾り卵4万個を散らばして行われ、ギネスブックに掲載された。ピーター・カール・ファベルジェの作ったインペリアル・イースター・エッグ・イースター・エッグは、 スラブ諸国の民間伝承では新しい命のシンボルとして広く一般化している。ピサンカとして知られるバティック模様の装飾は複雑にキラキラ輝く卵を作り出す。27フィートのピサンカの彫刻がカナダのアルバータ州ベグレビルにある。ウクライナなど生の卵に装飾をする地方も存在する。名高いファベルジェの工房では 見事な宝飾品のインペリアルイースターエッグをロシア宮廷のために作成した。他にも多くの装飾技術があり、友情や愛情、工場の証として卵を送る伝統が数多く見られる。イギリスのいくつかの地域ではイースターの日曜日に小高い丘の上から装飾欄を転がし落とす伝統がある。アメリカではこのイースターのエッグロールはしばしば平らな地面の上で スプーンで押しながら転がされる。ホワイトハウスでは芝生の上で行われ、年中行事として大変愛されている。イースターエッグの片茹で卵によくある褐色は玉ねぎの皮と一緒に卵を茹でることで得られる。イングランド北部ではこれらはペースエッグまたはペーストエッグと呼ばれる。通常は上述のエグジャピングのゲームの後に食べられる。スコットランドでは イースターの時期になるとフィッシュチップスの店でチョコレートのイースターエッグの揚げ物が売り出される。これはスコットランド北東部のテイクアウト店で非常にポピュラーな揚げマーズバーの応用として発明された。なるイースターエッグは視覚に障害を持つ子供たちがイースターエッグを探し出せるよう様々な音を発信する。通常は 一つの高音を単純に反復するが、和音を鳴らす卵もある。出展、1988年に本番、ディープ、フライドマーズミスイズディスペルド、BBC ニュース、2006年4月9日閲覧。ありがとうございます。